踊るメイドインマリオ。はい、はじめまして、おはようございます、久米です。今回も始めていきましょう。さてさて、今回はこの3人ですね。の左側から、はい、ご存知アシュリーよ。この子はレッド。お作法知ってるわ。でもアシュリー魔法使いだからお作法なんかいらない。ホケスホケス。さあ行ってみましょう。アシュリー&レッド。おしゃべりな魔法の書の巻、アシュリーの家の中の図書室。使い魔であるレッドはこうやって杖やほうきに変身できるみたいですね。まだまだじゃな。わしが稽古をつけてやろう。正面。正面。うんうん。はい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 。これですね。指相撲。作法を縦に構え。親指で棒の上部を押さえましょう。親指を離した時に放たれる力は馬三等分に匹敵します。指相撲。ほっ。この持ち方だとセンサーバーを押さえているので、このセンサーバーを離すという動作も大きい。安定した台の上に作法部を裏返しておきましょう。踊りが始まるまでは何ピットたりとも作法部に触れてはいけません。大きい。何でしたっけ。ゲームは1日1時間。そう、指相撲。センサーバーを押さえているので、指相撲こう、あれですね、こう振って、指を離すとこう、かけるみたいなアクションがあったりするんですよね。作法部を腰に当て後方に反り返りましょう。自信に満ちた表情をするとより効果的です。大威張り。 おファイナリー。指相撲。これ。大きい。大きい。よ。こうか。もう不正もいいところですよね、こんなスゴロク。スピードアップ。大威張り。あ、早かった。正面。こういう系は結構面白いですよね。こう狙って打つみたいな。
はい、これ系のなんかおもちゃは回るメイドインあたりで、あれA ボタン押したんだけどな。さあボスステージ来ましたよ。大きい。いらっしゃいませ。さて、まあここのボスは大きいなんでね。おっと、早かったな。危うく反応できないところでした。お見事。家ぶち壊してますからね。いいんですかねこれ。さてさて、アシュリーよ、お作法って意外と使えるのね。譜面もやってみれば。さて掲示板行ってみましょう。ほろほろろ、作法殿調査ノート、守り神スプランクス。作法殿にはスプランクスという変な生き物が住み着いている。古代人のペットのような存在だったのかもしれない。アシュリーちゃんちの赤い男の子、毎日料理と掃除と洗濯をしてるんだって。まだ小さいのに偉いわね。まあ、使い魔ですからね。いわゆる親友兼使い魔みたいな感じでしたっけか。正直なところ親友っていうのは本人が自称してるだけなので、実際のところはどうなのかわからないですけど、まあ親友なのでしょう。では、次回はドリブルさんですね。このいつものブルドッグ顔。というわけで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。